の武藤と言いますと、おととしですが、契約金がついて1億3000万円 で、そうですね、ロッテも大変な投手を取ったぞという話があったんですが、僕らのイメージとすれば、どれだけのスピードボール投げられるかなという感じでね、今日見てるんですけど、今日最初に迎えるバッターが、このベテランの石毛です。おや、これは振り逃げですか。三振とパス。ベンチに入ったんですかね今。そして石毛は二塁まで行きますね。珍しいですね。変わったプレーが出ました。これは石毛選手惜しいですね。ちょっと見てみましょう。カーブのすっぽ抜けですか。キャッチャーは青柳。なんか石毛もこう仕方なしやってる感じで。ちょっと貴重なシーンを皆さんも生中継で今ご覧いただくことになりましたが、なんかこう今ねこの武藤のね一人だけ前見ましたけど、なんかこう体全体が硬いって言いますかね、ギクシャクしてる感じですよね。また出ましたね。もう一度ちょっと見てみましょうか。なんか足で蹴飛ばしたんですかね。何かボールボーイの待っているね、このネットのそんな隙間に、はい、あそこ越えるとね、はい、テイクワンベースですから。ビューワーの打球はレフトへ大きな当たり。石毛は戻ります。まあ、最近ね、この10試合やっと良くなってきましたね。ちょっとこのその前はね、状態悪くて、シーズンは新外国人のパグリアルール、あるいはグリューバがやっていきたいところもありまして、DH のポジションなども合わせてね、外野で、まあ、鈴木の力かすればね、危険です。三塁ランナーが石毛。まあ、しかし、層が厚いですね。こうしてライオンズの2人の選手見ますと、ランナーがスタートを切っています。盗塁成功で二塁とのプレイヤーがいるということが、ここは強みだと思います。出てくるバッターの今あった代打の垣内、そして鈴木健、まあ、よそのチームでは十分スターティングメンバーに名を連ねるメンバーのはずです。バットが回ってしまいました。三振。知ってますし、ファウルから上がってくるときそれだけのなんて言いますか、ことをやできないと上上げてもらえないから、上がってきたときは必ずもうそのチームの中に入ってチームプレーではもう必ずなんて言いますか、そつなくできますよね。そうですね。ファーストのファウルフライ、愛好です。武藤ピンチだったんですが。